こんにちは、旅するものづくりすばらしい工房です。はい、今日はですね、新作のバルカンワンピースが縫製工場から届いたよってこと でよく聞かれるんですけど、あ、これ全部あなたが作っているんですかってよくお客さんに聞かれるんですね。で、それまあ大体こう1割から2割ぐらいが私が縫製とかしたりして、大体のものは、タイの縫製工場で作ってますね。で、まあ、どうやってこうデザイン考えてとか、そういうタイの縫製工場とのやり取りとか、そういったお話を今日はしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、地図が出てきました。それでですね、今日は新作ワンピのお話ということで、バルカン半島ですね、東ヨーロッパ、ブルガリアとか、あともしくはギリシアとか、こう地中海沿岸に面したもうほとんど中東寄りの地域なんですけど、そこの、伝統衣服からモチーフ で私が作ってました。で、先ほどもお伝えしたように、一つ一つ作るのは私が作ってたんですけど、今日はこのバルカン半島のモチーフを得て、それでこうタイで、こちらの、まあ、日本に近いですけど、だいぶ端っこの方になっちゃって、はい、タイで、生産したものをこう日本で販売みたいな感じでやっております。で、この辺のこの袖がこう広がった感じですね、はい、この袖が広がった感じはこの中近東 このイランとか、まあ、この辺の伝統服のモチーフからいただきました。なのでこういろんなものを統合して、で基本的にこうタイで生産してって感じですね、はい。でまず最初にこういう感じでいろんなところを旅してアイデアを練って作ってるんですけど、はい、それで最初にですね、まずパターナーに頼むんですね。僕なんか服飾の学校で勉強したこととか全然ないので、こういうこのなんだろう、この脇のこのジョイント部分の結合部分とか計算が合わなかったりするから、まあ、とりあえずそういうところはパターナーに頼みます、はい。それでパターン引いてもらって、それが上がってきて、で普通はなんか会社とかだとそのパターナーに何回も修正みたいになって、普通のデザインとかってやるかもしれないけど、それだったらめちゃめちゃコストとか時間かかっちゃうので、もうそこから先はもう大体もう全部自分で、まあ、ちょっと調整して、あ、ここいらないなみたいな感じで、ここいらないな、ここかっこいいな、残そうかなって感じで、もう一回この自分用のパターン作るんですね、型紙を。で、型紙作って、で型紙作った後サンプル作って、でもいきなりもう展示会とか各地で、まあ、大体月1回やってますので、それで見てもらうと。で、見てもらって、その見てもらった中でお客さんの反応を見て好評だったら、あ、じゃあこれ工業生産いけるかなと思って、でロット数増やしてこのタイの工場に頼むって感じなんですね。で、なんでタイで頼むのっていうか、はい、山岳民族の村がありまして、でそこではですね、今でも伝統的にこの琉球藍とかを、あの黒炭の実とかを栽培しておりまして、で化学物質を一切使わない伝統的な手法での染色をまだかろうじて残ってるんですね。で、その村と縫製工場の連携もできるんですよ。なのでタイでお願いしてます。で、他の国とかだとなかなかこういうのって難しいんですよね。これ田舎の都会とのバランスが非常によく取れた国なんですね、タイは。はい、そういう感じで送られてきて、じゃあある程度送られてきたら、いろんなお店にこうちょっと置いてもらったり、あと展示会で販売したりとかいう感じで、で僕がわざわざ作んなくてももうできてるものを販売すぐできるっていう形にしております。で、実際メリットとして、もちろん、まあ、いっぱい作るわけですから単価下がりますよね。僕が一着一着作ってると、まあ、どうしてもそんなに単価下げれないんですけど、あ、もう一つのメリットとしてですね、やっぱりですね、縫製がやっぱ上手ですね。あ、まあ、その辺の町のおばちゃんとかに頼んでるわけじゃなくて、ですね、このちゃんとこの安定して生産できる、まあ、日本人の業者とかが行くような縫製工場 に頼んでるんですけど、やっぱりこの上手ですね、非常に、まあ、私がやるより全然上手です、ハキシって、はい、専門なので。そういうわけで、まあ、分業をして作ってますね。で、僕はこうまとめて、自分は最初のアイデアとかお客さんの声を聞いて、どういうのがいいかな、どういうのを作っていこうかな今年はみたいな感じでやっております。あとすいません、基本的にですね、まあ、このシャツも基本レディースなんですよ。まあ、どう見ても女の人って感じですよね。まあ、中東とかだと、まあ、結構こういう長い丈の男性が着るんですけど、ちょっと暴露しますと、私子供の頃なんかこう服にすごくやっぱ興味があって、潜在的に、まあ、親とか、まあ、家族とかもそういう仕事してる人全然いなかったんですけど、なんかお母さんのタンスの中から、スカートをこっそり履いて鏡で見たりとか、まあ、女の人の服をこうやって着たりとか、別に私なんかそういう趣味全然ないんですけど、やっぱりなんていうかな、こう服って不思議で、
その服を着るとこう気持ちが変わるっていうか雰囲気が変わるっていうか、まあ、そういうのがすごい好きだったんですね。でですね、今週末もアラビアンナイトって言って、仙台の三崎坂カフェというところでまたイベントやって、でそちらの、まあ、土曜の夜でも服もお貸してもらうっていう感じですね。あと、まあ、スワラジのショールームでも、予約制でご覧になれたりするので、もしご興味ある方は連絡いただければと思います。ではチャンネル登録もお願いできれば嬉しいです。では失礼します。さようなら。